ゴスケでございます。いつもと違う場所からお伝えしております。今日は、質問をいただいた、コバの真ん中がへこむ、コバが決まらないっていうのをちょっと実験を交えてやってみようかなと思います。それと、なんでここでやったって、思いつきなんだけど、これ、ワイパーリペアなるものがあるんですよ。こいつをね、ちょっと試してみようかなと。ワイパーブレードってさ、なんかあっという間にダメにならないって思うんだけど、結局はね、結構月日が経ってんだよね。前回交換いつしたっけって思うと結構前だったりするんだよ。でもね、これがね、結構なんていうのかな、寿命を伸ばすというか、多分、ワイパーブレードの表面を削って復活させるみたいな、ワイパーリペアっていうものなんですよ。ちょっと使って実験してみようかなと。まあ実験好きなんでね。で、僕のこの動画とかブログの読者さんって車好きとか、バイク好きの方多いと思うんで、ちょっと役に立つかなと。まあそんな2本立てで行ってみようと思います。はじめ！何も、三脚も何もないところでやってるので、なんか久々なこの感覚。なんてことないんですよ。で、お値段も安いですよ。300円しなかったかな。これでさ、ね、ダメになったワイパーが何回か復活したら安いもんじゃない？ここの中に貼って、これでもヤスリ？ではないのかな。まあ、ブレードの中に通してシュッシュッとやるだけで、水をつけると、つけてやるのが望ましいようなこと書いてあったけどね。まあ、ドライでもいけるんだろうけど、よ、鍵、もういい加減ダメな感じなんですよ。あんまりね、ワイパー、僕、ウィンドウ弾くやつあるじゃん、水を。それを使ってて、あまりこう、ワイパーを雨降ってるからって、あんまり動かさない方なのね。そう。で、よいしょ。アクセサリー動いたっけ？アクセサリー動かないのか。キー、オン。横羽線の残りは、パワーオンです。ね、いまいちでしょ？黒いところで見ると分かるね。いまいち拭き取らない。これをだから今ちょっと濡れてるよね。これでシュッシュッとこう、ワイパーブレードを挟んでシュッシュッとやってみます。こいつをここに当てて、なんか劣化した部分がこう、ダメだ、片手じゃやりづらい。片手じゃやりづらいけど、劣化した部分が取れるみたいな感じなのかな。こういうの。シューシューじゃなくて、シュッ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 とこう、細かくやってみたらね、結構削れる感じがするよ。どうでしょう。お、だいぶいいじゃないですか。ほら。向きがちょっといまいちだけどね。スパッと綺麗に拭き取れてるよね。ここのところもうちょっとかな。ここのラインのところがもうちょっとだけど、ああもういくらでもないよね。もうちょこっとこすったらもっと良くなりそう。という感じで、モノタロウさんのワイパーリペア、結構いい効果ありそうでございます。この値段でこれはいいよね。多分でもね、なんかこう溝切って中に、これ何だろう、何番ぐらいだろうね。耐水ペーパーの2000番とか1000番、1500番、2000番あたりな気がする。貼ったら似たような効果あるんじゃねえのかななんてふと思いましたが、まあ買った方が安いと思います、これ作るんだったら。戻ってまいりました。これね、そこに貼っといたやつ買おうと思って269円でございました。チラシ特価だから普段はいくらなんだろうね。あ、でも普段でも299円、206、まあまあそんなもんですよ。まあありなんじゃね。いいもん見てました。はい、どれぐらい繰り返して使えるかわかんないけどね。さてと、ではそうそう、ちょっとじゃあこれ
画像的にアップで撮った方が分かりやすいかな。どうだろう、この辺の歯切れを使って、そう、歯切れね、歯切れにするにはちょっともったいない気もするんだけど、こういうところはねちょっと使いづらいじゃないですかね、どうしても使えない部分っていうのはあります。もともと牛さんって立体だからね、それを無理やり平らに伸ばしてるんで、こういうシワみたいなのもあるわけですよ。さすがにこうね、傷とか傷跡だったりどうだったりっていうもんじゃないんで、ここら辺は使えないんだけど、まあここら辺を浮かしたうまいものづくりもできたらなとも思ってます。おう、はい、ではやってみましょうね。そう、何はともあれやってみなきゃ始まらないっていうことで、どうしようかな。サクッと、まあ適当にやりましょうかね。まあ貼り合わせた小刃を作ります。3枚の方が分かりやすいかな。3枚の方が分かりやすいかもしれないね。ちょっと厚くなっちゃうけど、では3枚でやりましょう。そして幅広いのなかったっけ、幅広いの、これでいいか。よっ、分かりやすくするのにね、色をつけてみました。色っていうか色違いにしてみました。適当とはいえあんまり適当じゃ実験にならないかもしれないですけどね、糊をつけます。こういう時に、はい、あると便利な、今品切れです。そろそろこの動画がアップする頃には、よいしょ、入荷するかな、はい、ね、立ってますよね。あ、いかん、倒しちゃいかんのです。こうした方がいいかね、映ってなかったりして、まあいいや。しばし乾燥、貼り付け、まあかなり適当ですけどね、かなり適当ですけど貼り付けました。まあ、こんぐらいの小刃ってのはよくあると思うのよ。で、ここを削りますね。あ、ステッチ入れてもいいんだけど、ちょっとね、この後他にも発展させようと思うと、ちょっと、ステッチが邪魔になるので、今回はステッチをなしでいこうと思います。目の粗いヤスリね、あんまり粗くなくてもいいや。さあやりますよ。小刃が真ん中がへこむとか、接着したとこが割れるとか、まあ決まらない状態を作りますね。多分こういうことなんじゃないかなと思うことがあるんですよ。小刃を平らにしていきます。あ、できうまくできるかな。そう、よろしくない状況を今作ってるので、もうなんとなく想像ついてる方はいると思いますけどね、平らに、ほぼなりましたね、平ら。どうだろう、うまくいくかな。そう、うまくいかない、その状況を今再現しようとしてるんですけど、これね、僕は今とても間違えたことをしています。
よりね、よりその状況を強く出したいので、ちょっとオーバーめにやってるけど、どうだろうね。僕は普段と結構違う動きをしてますけど、何が違うか分かんないということは、同じ状況に陥っていることがあるかもしれない。これなら大丈夫かな。これね、皮の質にもよると思うんですよ。パラパラっとね、あ、こうやってやったらヘリ落としをしますね。どれにしよう。ここら辺にも要因はあるんだけど、ヘリ落としをします。まあ、縫ったとしてね、ヘリ落としをします。ヘリ落としをします。しました。さあ、これでコバを磨いていくんですけど、まあこれで磨いてもいいんですけど、まあまあ多分ですよ、縫ったりとかね、糸目を落ち着けるとかで、こう叩いたりしますよね。そうすると、はい、真ん中がへこんでます。わかりますかね、この理由が。ほら、真ん中がへこんでる絵が見えるかな。明らかにこのね、ここがだけ低いんですよ、高さが。この間のなんていうの、ワインとこのセルリアンブルーで挟んでるんだけど、ここが低いっていうのは、磨いてみれば分かりやすいかな。どうだろう。編集して短くしろよってね。まあまあ、それもうちの動画らしいので、よいしょ。ここでスリッカーを、では、あ、でもそれっぽいスリッカー、あ、それっぽいスリッカーあった。こういうのも考えてスリッカーを作ったりもしてるんですよ、うち。作ってもらったり、あのね、この系統をうちも販売してますよね。こういうのに対策もした形状なんですけど、まあそれはいいや、うちの宣伝じゃないんでね、今回は。で、まあまあ、これ市販してるやつですよ、これは。ちょこっと好みになるように僕削って形を変えてますけど、まあ某大手で売ってるやつですよ。あ、いかんね、その大手をディスるようなことしちゃいかんね。喧嘩売ってるわけじゃないんだけど。わかりますかね、ほら、再現はうまくいったと思うんだけど、ここツヤが出てて、真ん中ツヤが出てて、これ真ん中がへこんでるから当たってないんですよ。こうすればわかるかな、隙間が空いてるのが。これっていうのは、で、こうすればもっとわかるかな。ほら、1,2 なんだろう、ここに、ここが、ただ接着してる、ここがこう、へこんでるっていうのかな。ここが真っ平らになってないですよね。うん。こうやって磨けばわかりやすいかな、溝を使わないでね。まあ、ああだこうだやってるうちに合ってきちゃったりするんだけど、では答え合わせをしましょうか。答え合わせを、書いて説明しましょうかね。3枚貼り合わせましたね。で、まあここはこの綺麗に揃ってない状況ですわ、こんな風にね。で、これはゴシ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 って削りますね。ググンとアップにしましょうか。これをゴシゴシゴシって削るとどういうことが起きるかっていうと、まあ横は平らですよ。横は平らね。
平らなもので削ってるんだから平ら。でも逃げた部分っていうのがあるわけです。こういうふうに、こういうふうにね、こう出っ張りますよね。こうボコンってこういうふうに、ここの部分をヘリ落としで落とすんですよ。ピョンピョンとね。そうするとこれも前やったとは思うんだけど、どういうことが起きてるかっていうと、これが原因なんですよ。ここ大きなヘリ落としでズバンと落としてしまえば、あまりこういうことは起きない。ヘリ落としの数が合ってない、あの溝が合ってない、溝の幅がね、あるいはここの出っ張りが大きすぎる、要は力強くゴシゴシやりすぎ、それとか研磨力がないものでゴシゴシやってりゃ、やればやるだけあんまり削れないで、まあ上は平らになっていくんだけど、こう逃げていく部分があるんで、ここの部分ね、でここが取り切れてないとなると、これをトントントンと平らに叩くとどうなるかっていうと、横の部分ね、ここをこう、ここの部分を平らにしようと思うとどうなるかっていうと、ここの平らな部分が皮は逃げるので、こうなってしまって、真ん中がへこんでる小刃の出来上がりなわけですよ。それとか、これが2枚だとしてもそう。2枚だとしても、なんか、こういう小刃が出来上がってしまうわけですよ。で、またここを削る。で、まだちょっと残ってる。で、ささっと磨ければいいですけど、この液体とかをつけてね、ちょっと柔らかくなってますよね、皮が。そうするとまた同じことの繰り返しになっちゃうわけですよ、これが。だからいつまでたっても真ん中がへこんでるっていうことになる。こんなのが原因じゃねえのかなって僕はふと思ったわけですね。うん。じゃあそれをどうするべきかっていうと、研磨力のあるもので軽く磨く。だって強い力を入れなくてもガリガリ削れるんだもん。強い力でゴシ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 ってやるから、こっち側にビヨーンっていっぱいとんがって出てきちゃうわけよ、必要以上に。じゃなくて、もう軽い力でこすってもね、軽い力でこすってもどん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 こう削れてくれる、押し付ける力を弱めてね、それとか気持ちこっちから向こうにこう斜めにはなるけど、多少は斜めになりやすいけども、こっち側の方向にこう、要はこっち側にあんまり出っ張らせないようにヤスリをかける。これを全くこう直角にやると今度こっち側出てくるじゃん。だからほんのちょっとこうオフセットさせるね。要はこっち側にこうバリを出さないように気をつけるとか、そう、要は真っ平らにこうやってやったとしても強い力を使わない。その分研磨力があって軽い力で、回数で、そうするとこっち側はあんまり出っ張らないんで、平らな、ここは平らなものが出来上がると思います。だから、そういうことを考えながらこうやってやるとね、ここを、あ、そうそう、シックスティーレザーさんに教わったんだ。これがね、詰まってきた時って、このラブラブクリーナーがでやると、まあこれもほらフレッシュな面も出てくるし、取れるぜって、詰まったのが、うん、取れるね。それとか、なんだっけ、メラミンスポンジ、スポンジ、なんていうのかな、台所で使うようなスポンジで、水、洗剤をつけなくても落ちるやつあるじゃん。中に研磨剤が入ってるやつ。あれでこすっても綺麗になるよ。うん、そう。で、結構、研磨力を維持したまま、それから新しいのに交換すればいいんだけどね。やる。そうすれば、だ平らじゃん。で、こっち側そんな出っ張ってないもんね。それか、
初めから少し大きく作ってね、初めから大きく作って使おうか。で、革包丁で、ね、スパッと切ってやる。いや、よう切れますよこれ。まあ今度お知らせしますけど。これはまだまだデビューは先ですけどね。そうすれば横はあんま出っ張ってないじゃん。でこの状態でそれに適したね、適した襟落としを使ってあげる。いかん、これね、なんか粘っこいなこの皮。で、だからこの磨きやすいで、こう溝もさ、こうなんていうのかな、それ以上にこっち側に横に広がっていかないような溝ね。あんまりこれが溝が狭いとこの真ん中が当たらないんだけど、で合ってないとどん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 こうしてまた真ん中がへこむような事態になりかねないんだけど、なまあこういう平らなところを使うもよし、ねほらへこんでないでしょ。あ、映ってないね。全然映ってなかった。これアップにしたのを元に戻してなかったね。失礼。ほら。で、面がちゃんとパシッと出てますよね。っていうことなんだと思います。まあ。へこんでようが何しようがそれなりの形にこういうのはくっついていくんで、ツヤさえ出てればいいって言うんだったら、これこういうものを使ってこのへこんだなりにツヤを出してあげるっていうのもいいかもしれないですけどね。はい、てな感じで、コバがいまいち決まらないっていうのは原因は何って、そういうところじゃないのって僕が思うところを説明してみました。はい、珍しいでしょ、なんか動画のために何かをやるってね。最近ずっとお仕事の途中でなんかだらだら喋っちゃっただけなんで、もう一つなんかちょっとコメントっていうか過去にいただいたコメントなんだけどね、それをもとにね説明しようかなって思うことがあるので、それはまた次回の動画でやりましょう。ちょっとまとめるとね、まあ、強い力でこすってりゃその分どっかに力が逃げる、皮が変形する、それを戻すから両脇が盛り上がると。だからちゃんと研磨力のあるものを使いましょう。それかヤスリが嫌だったらカンナでもいいですよ。カンナでシュパッと、でもねカンナもねギュッと押し付けてやるとこう逃げが出るんだよね。そう、それとかこうヤスリをかける方向をちょっと工夫しましょうと。で中にはね、これなんか結構あの場所にもよるんだけど、結構硬く、ここ端っこで硬いとこなんだ。グッと曲げても戻んないぐらい硬いじゃん。あの、それじゃ分かんないか。硬い皮は、硬くて締まってる皮はこういうことが、さっき言ったね、両脇が盛り上がるみたいなことは起きづらいんだよ。
削りは削った時革自身が硬いからどんどん研磨されていくんであんまり逃げるのがないんだけど、この緩い革とかベリーとか、あのこれ端っこの方ね、このこういうのが思いっきりベリーだよね、あのこの辺ね、あのそういうところがとか緩い革が好まれないっていうのはそういうところだと思うんですよ。あの決めづらいから。でもそういう革ならそういうなりの仕事をしてあげればそれなりに結果をついてくれ来てくれるんじゃないかなと思います。そう、革って全部がカチカチなわけじゃないじゃん。緩いところもあれば硬いところもあるわけで、緩いところは緩いところなりの仕事をしてあげればいいし、硬いところは硬いなりの仕事をしてあげればいいんじゃないかなと、そんな風に思います。うん、そう、銘柄によってはね全然何も気にしないでガシガシやってもバチって決まっちゃう。ガシガシとかバチとかビカビカとか擬音が多いですけど、はい、使う革によっても違いますが、一つの原因としてそんなんが考えられるんじゃないかなと、そんな動画でございました。なんとなく分かってくれたかな。じゃあね、またね、バイバイ。はい、皆さんこんにちは、ゴスケアでございます。今日はね顔出してないです。今回は革包丁片刃の刃物の角度っていうのをちょっとだけやってみようと思います。前回の動画で使ったこれが厚みがあるんで分かりやすいかなと思って、今そう縫わなかった理由がこれなんだけど、やってみようと思います。これはね昔ね俺も迷って一体これどういうことなのって思ったことがあるんですよ。で確かにね本とかを見ると書いてあるのね、教則本みたいなもの、ネットの情報でもそんなことが書いてあったんじゃないかなと思うんですけど、これ裁断するときはこう切るね、こう切る片刃の、紹介したい包丁はあっちにあるんだけどそれが今使えないっていう感じなんだけど、はい、こう見ようか、こう切るのに、こう切るのにね、普通のカッターの刃とかっていうのはこういう角度で切りますね。こういう角度、この角度よ、この角度、まあまあこう切るんでこんぐらいの角度ですわ。それに対して刃、革包丁っていうのはこう持つのでかなり寝てるんですよね。寝てるというかこっち側にこうね、要は革包丁で切るなら、このカッターで切るとなるとこういう状態で切ってる、こうじゃなくてこう切ってるような感じで刃が長く当たってるんですね。そう、今話してるのは余談なんですけど、だから曲がりにくい。ただピュッと線を描くじゃない。で直線を切るのっていうのは定規がなくてもスパッとまっすぐ切れやすい。だって曲がりにくいんだもん。だからこういうふうに持つ刃物でも先端をこうしてあげることによってカッターをこう持ってるったら曲がりやすいじゃん。同じ状況を作ってあげるのがこう斜めになってる回し切り包丁なわけですよ。そこはいいんだね。今回はそこじゃないところなんです。角度、カメラの角度を変えましょう。言いたいのはね、今回言いたいのはスコヤさん、ミニスコヤ。ね、90度になってます。で、僕がよく見たっていうのは刃物を、カメラお前目の前に来い。うわ、俺が やりづらいけどここに来い。よし。どんぐらいの角度、これでいいか。こう切りますよね。こう切る時のまっすぐこう切ってしまうと刃物って片刃なので基本的にこういう向きなんですね。こういう向き使うのは左用の包丁がここにあるんですけど、裏側から見るとこう、裏じゃなくて表がこうなんですよ。これはこうなってるんで、これ今表にはしませんけど、
これが左を左で持つと同じ条件になるっていうやつ、ね、要は持ってるものからオフセットして向こうで、こっちが表の刃がついてる。なぜかっていうと、これはこっちに傾けて切るからなんですね。まっすぐに刃をまっすぐにして、まっすぐにしてこう切るとどう、まあ今斜めに自分のいつもの角度で切ってしまったのでちょっと間違えましたけど、こうまっすぐ刃をまっすぐに立てて切るとどうなるかっていうと、お分かりいただけますかね。ほら、上に隙間が空いてる。要はこう斜めに切れちゃうんですよ。ここが、ほら、分かるかな。だいぶ斜めになってますよね。要は極端に言うとこうなってるわけです。あ、だいぶ斜めだね。こう当ててみると分かるね。こう。だってそうだよね。刃こう傾いてんだもん。で、見たことあるっていうのは、こう切れてるんですよ。こう。要は、こっちの面を、この面を地面と、地面、このテーブルと垂直にする。それで切れっていうか、いうのを見るんですよ。見たんですよ。今もあるかどうか。こう、要はこういうことですわ。この角度で切ったらどうなるかって言ったら、どう考えたって逆になりますわね。いいか。変な角度で、普段慣れない角度でやるから。やっぱり今度は、こっちが凹むわけですよ。そんなに大きくないけどね。でも、まっすぐよりこっち側にがこう凹むわけですよ。だって、考えてみりゃわかると思うんだけど、片刃の刃物ってこうなってるわけですよね。こう両刃の刃物はと同じ角度にすればいいんですよ。だからこれをこうしてこう切ったらこうなってるから分かりづらいですけど、ここの中心点っていうのはここにわけなですよね。ここ要するに刃物がまっすぐに入る、この状況と同じ角度を作ってあげればいいんだと思うんです。でも面白いことにね、ぴったりと、これは僕の感覚ですよ。これが垂直。で、これが、ここが、こっちのね、しのぎが垂直。これの中間だと、若干、僕の感覚ですよ。若干、こっちに近い感じがするの。こっちに近い。ちょっとそこ。だから、下が長いの。だから、もうこれ本当はあくまで感覚なんだけど、一つの角度が、この裏の刃が垂直、表の刃が垂直の中間よりも、ちょこっとだけこっちに倒している。僕はね、感覚の中でですよ。ほんのちょっとだけなんだけど、そうすると、ここが、90度に収まりやすいかなと。あ、接着したところ以上にいっちゃってるから。これはね、感覚でもう掴んでもらうしかない気もするんだけど、うん。です。そんな感じ。ってな感じで革包丁やりました。たかが革包丁での角度で少々斜めになろうがね、ヤスリで削ったりすれば、最終的にはまあなんていうのかな、帳尻は合うような気がしますが、例えばあるかな、こういうね、こういうアイテムはここを直角に切るだ切らないだで、ここに
当たる当たらないっていうのがあるんですよ。でここでこうね、で引っ掛けて開かないわけでしょ。こうほんのちょっとの微妙なところで寸法が変わると これが成立しないようなアイテムもあったりするんですよね。だから直角に切れれば直角に切れた方がいいし、ここを分かりますかね、こっち側に倒れてるんですよ。こっち側にもう随分ポケットの中で暴れてるんで角度も曖昧になってますけども、ね、こっち側に倒れてるでしょ。わざとこっち側にオフセットさせたりとか、逆にこれはこっち側にこっち側にちょっと立ってたりとかがあったりするんですけど、そういうのを分かった上でこうコントロールしてあげるとカーボーチョも喜ぶんじゃないかなと。でまあそう考えるとね、薄刃のカッターの刃っていうのはもう垂直を意識してればいいんだけど、それだけだとなかなか切り切んないようなものもあったりするんでね、はい、ちょっとねその角度は気にしてみるとちょこっとレベルが上がったものが作れるんじゃないかなと思います。お前ごときが何言ってんだよって言われそうですが、これは初心者屋さんの動画ということでね、ご容赦くださいませ。てな感じで今回の動画は終わろうと思います。じゃあね、バイバイ。忙しい補足でございます。動画撮り終わった後にね、ちょっともう息が切れてる。もういや、まあ、人間生きていろいろありますね本当に。この角度のこと言ったじゃないですか、この傾きの角度ね。これでしのぎを垂直よりはちょっと起こし気味で、僕の感覚はなんだけど、これ例外的なものがあって、本当にこの切るところが本当に薄く切りたい時ってあるんですよね。ほんのちょっとだけ切りたい時っていうのが、そういう時っていうのは垂直に近いかなと。思うんです。なぜならばっていうか、要するに革でもすけばわかると思うんですけど、このすく時の角度ってありますよね。薄く削いでるわけじゃないですか、こうやって。で普通はさ、斜めすきって言ってね、このここのしのぎの角度が、さっきは垂直だったけど、今度は水平ね、水平の角度よりちょっと中に入れて斜めにどんどん深くなっていくんだけど、これがだからちょうど今度はこの角度を平らにしてあげると、水平にしてあげると、そのまんまこの向こうに同じ深さでずっと進んでいけるわけですよ。こうやってね、薄く削ぐんだったら、その理屈で言えば、ほぼ水平、これが垂直ぐらいな感覚で、でも少し倒すかな。ここは垂直よりはちょっと戻すぐらいな感覚の方、どうだろう。まあほんの微妙な角度なんでね、そこら辺はおのおの掴んでくださいませ。まあ片刃の刃物っていうのはそういうものっていうことで補足を終わろうと思います。じゃあね。